梅田ゲートタワー、梅田ゲートタワーは、大阪市北区、鶴野町にある地上21階建てのオフィスビルである。鶴野町の再開発プロジェクトで、梅田鶴屋町ビルとして建設され、2009年12月に、竣工。丸紅が関西で初めて手掛けたオフィスビルで、大阪丸紅ビルからの本社移転を計画しているとも、言われていたが、寝台ビルに移転している。 2010年10月に工事関係者が書いたとみられる情報がインターネット上に流れたことが発端となり鉄骨が7センチメートルずれたままビルが建築されたことが判明し大阪市から指導を受けたがビルのの安全性は第三者機関により確認された2011年12月からヤンマーが本社の建て替えの際に本社事務所の仮移転先として入居していた 2016年9月21日にアクティビア、プロパティーズ投資法人が5階から20階の区分所有権を取得した。2018年5月1日に当該フロアのプロパティマネジメント会社及びマスターアーリース会社がマルベニリアルエステートマネジメントから東急コミュニティに変更された。なお、マルベニリアルエステートマネジメントは3階と4階の プロパティマネジメントの自宅を続けている。ありがとうございます。